らかしてはいないんだけどね。これからやらかそうとしてるのを妨害されてるだけで。そうとも言えるかな。でも全部が夢子ちゃん絡みってわけじゃなくて、これからの私の行動には他にもいろんなものがかかってるから。誰って一言で聞かれても困るけど、主にテレビ局の上の方の人とか、レコード会社の偉い人とか、それから別の制作会社とか出版社も結構絡んでるかも。まあある種の爆弾テロかもね。私が握ってる爆弾はとある秘密で、その秘密が広まるといろんな人にとんでもない影響が出そうなんだ。それでもやらないとね。だってその秘密をみんなに明かさないと、もう夢に向かって進めなくなるから。え？ゆめこちゃん、私がやろうとしてるのは二の舞になることじゃないよ。むしろ逆、夢を諦めたらそれこそゆめこちゃんと同じになっちゃう。だってそうでしょ、今のゆめこちゃんは夢をなくしかけて動けずにいる。でもね、私はそうはならない。ほんのわずかな可能性でもある限り絶対に諦めたり引いたりしない。その確率がたとえ 0.00001% でも、ああそうだよね、これまで味方だった人がみんな敵に回ってるし、下手するとついてきてくれたファンまで敵に回しちゃうしね。それでも夢に背を向けることだけはしない。ゆめこちゃん、全てを決めるのは自分だよ。自分が諦めない限り何かが起きる可能性はある。でも夢を諦めちゃったらそこで全ては終わり。夢は僕たちを見捨てやしない。僕たちが夢を見捨てない限りは、僕がこれからゆめこちゃんにそれを教えてあげる。今のゆめこちゃんと同じような袋小路から抜け出して道は消えてなんかないんだって示してみせるから。ちょっと熱くなりすぎちゃったかな。とにかくもうしばらく僕のことを見守ってて。それじゃあ、何？違うよ。そう、僕は男じゃない。まだ希望をなくした君を救えた時、やっと僕は本当の男になれるんだ。それじゃあ待ってて、ゆめこちゃん。僕
必ずやり遂げてみせるから。さあ帰ったらどこか発表させてくれる場を探さないと。